はい、おはようございます。今日はですね、新浦の方に向かってます。チーム S の忘年会が今日あの新浦で、新浦じゃおかおか、はい、おはようございます。今日は、上崎の方を向かってます。チーム S のね、忘年会が今日上崎であるんですけれども、そこで、釣りして2時ぐらいまでね釣りして、それからみんなでワイワイ忘年会やろうと、いう感じなんですけれども、ちょうどね来週火曜日に新浦で、新浦だ上崎でね、取材があって、そこで釣りするんで、ちょっとそれの、まあ、プラっていう感じで、ちょうどいいんじゃないかなと。肩はねそんなまだ出てないんですけれども、湾内はまあ風が出てるとっていう感じで、楽しみにしてるんですけどね、これから行ってきます。ではでは、レガノスでいきます。はい、以上情報つっていきます。
かな。ちょっとマシですかね。キモパン。ちょっと待てよ、俺財布ないね。なくなった、どうしよう。なんだろう。その時に、いさ、中華屋ですわ。悪い山本が。あっこ中国人ばっかりでさ。悪い山本。絶対やられてますよ。もうそこで、ブルーッ。なくなった。すぐ電話して、すいません、財布落として、決勝行けなくなりました。もうええわ、今度ホテルおれとか言ってます。あ、すいません。中古屋くん何時やろ、11時やな、どうしようってホテルでじーっとしとったんですけど、ほんだら9時ぐらいに、ふるふって携帯電話になったんですよ。私、あなたの財布拾ったんですけど。えぇなぁ、それ。えぇって。それ中国語で。いや。ほいで、そのトレトレ市場にすぐ行って、ありがとうございましたって、びしゃびしゃ、どこで落ちてましたって、ホテルの前に落ちました。こう、通勤の時にポンと俺の財布蹴って、まあこれ落ちてるわって拾ったら、ほいで拾ってくれて、名刺が入ってて、わざわざ電話くれたんですよ。すいませんでした、ありがとうございました。もうびちゃびちゃやしね、雨降っとったから、財布は。ほいで、あ、そうや、マルキューさんから交通費もらったんやと思って、それから1万円抜いて、すいません、ありがとうございました、お世話になりました、大変助かりました。ほいで、いや、うちも今日結婚記念日でよかったですわ。すごいな。すいません、少ないですけどって言って、それを高岡さんに言うと、お前、封筒ごとやらんかい。すいません。それでですね。まだある。めっちゃええ話。それでですね。そのカバン。僕、家帰ってね。最高としてる。大人そんなんやからアホちゃうんかね、いつもちゃんと紐つけときって今でこれですわ。じゃあ今日残念ながらちょっと体調悪くて来れなかった高岡さんの体調回復と、はい、から皆さんのご健勝と、はい、ご健聴釣りですねを記念しまして乾杯したいと思います。
美味しそうって、うん、ねえこれあれじゃステージ悪いんちゃうこれオッケーねえ上田って言えなかったこの人上田上田上田ビビはい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 容疑者1号はい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 そこから亀田くんカメラが上田くんの方にいてはい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 ああ構成は分かってない